平野紫耀と佐藤真の可愛いエピソードが明らかに、三宅健が語るお腹パンパンの瞬間。こんにちは、皆さん。ジャニーズ事務所の元メンバーで、今やタレントとして幅広い活動を展開する三宅健さんが、新たに設立された芸能事務所、飛べでの出来事を明かしました。この記事では、三宅健さんが、 トベご飯会に参加した様子を詳しくご紹介し、その舞台裏に迫ります。三宅県、トベへの参加先月、ジャニーズ事務所の元副社長である滝沢秀明氏が設立したトベは芸能界における新たな風を巻き起こしています。そして、その一員として三宅県さんが加入したことが発表されました。三宅さんはこれまで多岐にわたる活動に挑戦し、 その魅力を広げてきました。そして、今月からは YouTube での生配信にも力を入れており、ファンとのコミュニケーションを深めています。トベファミリーとのご飯会さて、記事の中で三宅健さんは、先日行われたトベファミリー全員でのご飯会について明かしました。このご飯会は、三宅さんがトベに加入してから初めてのもので、 滝沢社長を含むメンバー全員が一堂に会しました。三宅さんは全員揃ってご飯食べたのは初めてだったね。滝沢社長とも戸べに入ってからご飯食べたの初めて。結構忙しかったし、と振り返ります。席順についても教えてくれた三宅さん。右にはじんじんジングジくんが座り、左には翔子と平野志洋さんがいました。 そして、その周りをイムップのメンバーが囲んでいたそうです。円卓の配置で、スタッフとタレントのテーブルが分かれていたことも明かされました。中華料理で楽しいひととき三宅さんによれば、このご飯会では中華料理を楽しんだそうです。とべファミリーが一堂に会する貴重な瞬間で、和気あいあいとした雰囲気が広がったようです。 番組のマックからはどんな話をしたんですかと聞かれ三宅さんは本当に初めまして同志の会話で趣味とか何なの車何乗ってるのと、傘、マジでお見合いみたいだった。合コン、もしくはお見合いみたいで不思議な感じだったよ。と、初対面のメンバーと楽しいトークを楽しんだことを語りました。 お酒と可愛い,いエピソードご飯会の詳細についても詳しく話してくれた三宅さん。イムップのメンバーがお酒を楽しんでいたことを明かし、特にキくん真っ赤だし、結構酔っ払って砕いてた。あれは立ち悪いかもしれないな笑い、と楽しいエピソードを披露しました。そして一番注目されたのは平野耀さんと佐藤慎さんのエピソードでしょう。 三宅さんは、平野くんの隣が、佐藤、新くんだった。そこはなんかさ、イチャイチャしてた。僕、平野くん、新くんの三人は全員コーラ。平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて、食べれないのを新くんにあげてた。新くん、憧れてる平野からのご飯だから食べないわけにはいかないじゃん。結構お腹パンパンだったんじゃないかな。可愛かったよ、と笑顔で語りました。 三宅健さんが明かす飛べご飯会の舞台裏は、ファンにとって興味深いものでしょう。彼の率直なトークとともに、飛べファミリーとの信仰がどのように形成されているのか、その一端を垣間見ることができました。これからも三宅健さんの活動に注目が集まりそうです。今後の彼の YouTube チャンネルや飛べファミリーとの交流に期待しましょう。 彼の新たな挑戦と素顔に迫る機会が増えることでしょう。以上、三宅健さんの最新のエピソードをお伝えしました。彼の活動に興味を持ってくださり、ありがとうございました。持ってく